どうも昆虫ハウス101号室ハチマルです。そしてカメラマンが平岡さんです。お願いします。お願いします。やりづら。何あのえ何何やねんそれ。ここのとこすごくあのコラボが多くて、あいろんなコラボしてたりしてたの、はい、2人でいざ久しぶりになるってなったら、うん、どんな感じだったかがちょっと思い出せない。そんなことないだろ。え眩しい眩しいの意味わからんだけど光属性だね。平岡やめろって。ゆくゆくハゲになんねえかそれ最終的にもうこの指導技でわかんねえわかんねえ。新しい虫お迎えしました。おすごい虫ですよ。すごい虫、うん、その種類は今までは僕は飼育したことないけど、平岡は結構なんかそれ口ずさんでた。口ずさむことある？そう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 。トゲヘリ砂漠ゴミ虫騙しです。知らない。全然口ずさんだことなかった。例えばトゲヘリ出ました。おいなんかフンコロガシとか。あーでもそうだね。という感じの雰囲気出してますけど、あトゲ確かについてるわ。そうなんだよね。結構でかいね、うん、サイズ感あるわ。そうだお前ちっちゃいからよりね。いや別にこんな自分とそれそんな別に人間サイズで言えばちびやからこいつら全然。トゲヘリ砂漠ゴミムシダマシ、エジプトの方に生息するゴミムシダマシ、うん、ゴミムシとゴミムシダマシも全然違うみたいやね。ややこしいやなそれが、うん、その辺が、うん、ランバージャックさんで販売してて、はい、そこでまあ、あの購入した、はい、というかいただいた、はい、いただいてる、はい、いただいた視聴者様がぜひ八幡さんどうぞっていう感じで、プレゼントしてくださってその場で。でまあ生活してオスメスでね買えば、うん、なんかそれで繁殖してほしいですって言われたんですけど、はい、なんせこいつらオスメスの差がないですよ。あ、そうなんだ。びっくりすること。なんかいろんな詳しい人に聞いても、この子が満腹の時に頭を押してケツ出すと、うん、オスだったら生殖器が出るって言われてるけど、50匹ぐらいいるのかなランバージャック、うん、俺のやり方が悪いのか、うん、全部メスやって。あ、それで言えば出なかったそんなはずないから。そんなはずないから、ね、そうそう。でまあいろいろと聞いたら、この種類に関してはその方法では判別できないみたいで、この感じにあんまりなんかオスがメスにみたいなのないから、動物の可能性はかなり高いんですよ。なるほど。もうすでに交尾してない感じだし、はい、まあでもなんかこの場はちょっとさすがに狭すぎるので、はい、この子たちがまあ普通に飼育できる最適な環境の方にお引っ越しさせたいと思います。はい、使う容器、はい、こちら爬虫類用のプラスチックパワーでゴリ押しがすぎるって。通気性もすごく良くて、はい、でまあ、ケース自体もすごい軽くて、うん、まあ、それなりにね広さもなんかちょうどいい、はい、大きすぎず小さすぎず。床材こちらでございます。はい、こちらはコトムネです。名前の由来はマキオガラティー。すごい大量のわけわからんて、はい、久しぶりだったんで。あ確かに溜まった分が全部、うん、お結構もうすでに入れてる。これねそうちょっとまあヤシ柄なんですけど、一、はい、回湿らせてから固めてたんですよ、はい、はいはいはい。乾いてはいるんだけどちょっと硬い感じの床材ですね。砂漠の砂とかでもいいらしいんですけど、はい、なんかそういうの使わなくても大丈夫です。そういう感じでいい感じ。そうなるほど。さすがにナパスもやらない。ああまあまあまあ巨乳ってこんな気持ちなんだろうな。いやそんな別にサイズ感あるだろ。そうか、巨乳は巨乳のブラウン、もっと巨乳の感じでいいのか。もっと巨乳の感じで途中で性転換したの。うん、いや僕なんか転身したら歯汚いおじさんだった。最悪やな。戻りてー巨乳に戻りてーよ。こういう感じで。そうね、はい、これだけでも書いちゃうんですけど、うん、はい、砂を敷きます。なるほどなるほど。はい、その砂がですね、ええ、ちょっと買い忘れてしまって、僕の飼ってる生き物からうわ砂を奪い取ります。イスラエルゴールデン。イスラエルゴールデン、お前が選ばれちゃった。すごい小柄なね、うん、ソリちゃんが。確かにこんなに床材、うん、贅沢やから。これダメ。これそうね、家賃にも良くないからね、うん、あ、こう出てきてますよ。珍しい。あ、おめっちゃ可愛いやん。ずっとお最高屋さん来た。かき氷感はなんかちょっと。ああでもいいね。
あー美味しいね。輪切りレモン敷きたいね、ここに。うん、完全にサクレ。途方もねえって。これは、これ飲むんで作るじゃないの。これは途方もねえ。あ、いや、じゃあやば、全然違うわ。うん、そらそうや。人間ってすごいな。うん、人間ってすごいね。俺たちはね、作られたものを使わせてもらう側なんでね。人間が作ったもので、お前何が一番好き？これ、本当助かりました、みたいな。あ、これがあってみたいな。一緒に言ってこれあった時だいぶ嬉しい。いや、まあ確かにこれはすごい発明だな。いや、もう2択だと思うけど。うん、いける。せーの、競馬。お前おかしいかい。お前が2択って言うからこいつマジで来るかなと思って。いや、そう、オニオンコースメかね。スープでよかったよ。じゃあっていうことも話してる間にいい感じになってます。はいはいはい、よかった。ちょっと湿度があるとことないところで分けた方がいいかもしれないですね。なるほどね。という感じで、はい、完成です。完成。いや、茶色すぎへん。小学生大喜び弁当やから。うん、そぼろ感もあるしな。トゲフィッシャーを入れていきますか。はい。それ痛くないんよ。そう、そのトゲ、なんかあのキウイとか、あの感じ、あの感じ、ちょっとザラザラはするけど、はいはいはい、トゲって感じではないですね。なるほどね。おお、こっちか。とりあえず一旦はね。そう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 、こっち来ました。こいつはどうだ、どこ行くか。おお、こいつはこれで、ああ、せっかくあるのかな。すごい対局にね、いますけど、もう出たがってんな。ここに入ってたハスクチップとか入れてあげたら雰囲気出ますね。はい、まあ、転倒した時にね、これで。ああ、まあそうね、確かにそれもあるね。ああ、なんか寄るんやな。うん、あれ、ん、ちょっと卵ありました。あれ、え、ああ、じゃもうメスがかかってたんかな。なるほどね。両方メスの可能性があるってことか。そこもなんかちょっと湿ってた部分に卵が出るわ。あ、ほんまや。え、何これ、ラッキーやん。あ、すごっ。どう管理すんやろ、卵。この子と一緒にいる必要ないから、うん、ちょっと湿度を高めにして管理かな。そういうことですね。そうね、明らかね、このなんか卵をコーティングしてるところの床材だけ湿ってるんで、これはじゃあその感じで管理します。お、すごい、やった。ここにメスがいるという事実がやばい。そうね、そうですね、完全に確定しましたね。成長過程とかもね、できればね、追いたいな。確かにね、うん、まあ、これがね、メスだけだったらどうしようと思って、オス飼うとか、はい、ちょっとその辺はなくて済みそうですね。はい、そうね。はい、どうですか、平岡さん、この虫に対してどう、感情、うわーとかさ、かっこいいとかも。あ、今日珍しく1個もなかったから。確かに、いや、マジで、うん、あんまなんもないわ。かっこいいも気持ち悪いもないし、特徴がないみたいな。無が特徴にいずれになってほしい。こんなレベルで名前とかもそんな言われる。ゴミ虫魂やろな。結構カブトクワガタ好きの人も意外とこれ見てくれてて、アップでも。なるほどね。ちょっとやっぱね、寄虫でもあるけどそっち要素もあるみたいな、ね、甲虫感もちょっとあったりとか、うん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 、はいはい、はい、そう、そのどちつかずなとこもいいよね。すべての生き物の多分真ん中だと思う。ああ、すごいね、うん、全部足して割れば、全部足して割ったらこいつないんだよ。あー、いいやん、やっと今のでこう特徴付けできたから。いや、無理やりやから。その動画良かったと思う方は高評価、チャンネル登録の方よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。